はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、腰痛でお悩みのあなたにですね、腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、この間はですね、ずっと妊娠中の方のですね、妊婦さんの腰痛のためのですね、腰痛改善のためのですね、ヒントだったり、腰痛予防のためのヒントだったりですね、アイデアをお伝えさせていただいているんですけども、本日ですね、何をお話しさせていただきたいかというとですね、前回の動画では、腰痛を改善のための、ストレッチですね、鉄板のストレッチということでお伝えさせていただきました。そのストレッチですね、ぜひ活用いただきたいんですけども、やっぱりですね、寝られる時にですね、うまく寝れないというか、腰が痛くって眠れないっていう方結構多くいらっしゃいます。これは妊婦さんだけではないんですけども、やっぱお腹がこう大きくなる妊婦さんはですね、どうしてもですね、腰が反り気味になってしまうんですね。腰が反り気味になってしまうと仰向けで寝れないっていう方がですね、すごく多くなります。で、人間というのはやっぱ仰向けの状態でできるだけこう脱力した状態が一番疲れが抜ける姿勢のはずなんですね。それなのに仰向けで寝れないっていう方はですね、やっぱり体がどこかおかしくなっているんですね。なので今日はですね、妊婦さんがですね、こう腰痛の妊婦さんでも楽に眠れるためのこう工夫というかですね、やり方っていうのをお伝えさせていただければと思います。枕を一つ使うだけの方法なので、すごく簡単なので、ぜひ試していただければと思います。はい、早速やっていきたいと思います。で、結局ですね、妊婦さんっていうのは腰が反ってる状態ですから、寝た状態の時にですね、腰が反る、要はここがこう開いてしまうわけですから、腰が圧迫されるような形になって痛くなってしまうわけです。はい、なのでこう浮いちゃうと痛いんですね。じゃあこれを防止するためにはですね、何をするかというと、この股関節を曲げてあげるんですね。股関節を曲げてあげると、骨盤がですね、こうなっていたのがこうなるんですね。はい、こうなっていたのがこうなるんですね。はい、こうしか言ってないですけど、要はこの状態で寝ていただければ、頭はこうですけど、この状態で寝ていただければ腰って安静な状態が保てるんです。この状態になるとお腹が張ってしまいますから、赤ちゃんも実際苦しいんですね。お母さんも苦しければ赤ちゃんも苦しいんですよ。なのでこの状態にしたいんです。この状態にするために、じゃあこの状態でずっと寝るんですかっていうと、それもまた居心地悪いですよね。できればバーって寝たいじゃないですか。でもこうするとこうなっちゃうから痛くなっちゃうし、お腹張っちゃうんですね。はい、じゃあどうすればいいかっていうと、簡単です。枕を一つですね、用意してください。こういった枕でもいいですし、使ってない枕でもいいです。使っていない枕をただただですね、入れてあげます。はい、入れてあげます。こうするだけで骨盤がこうなるんですね。はい、またこうしか言ってないですけど、骨盤がこうなります。でもしですね、これでもお腹が張っちゃうような方は、もう少し高くしてみてください。何でもいいです。バスタオルをですね、こうやって重ねたものでもいいですから、枕をもう一つ重ねてもいいと思います。で、少し膝を曲げたような状態を強制的に作るんですね。はい、これを少し入れるともっと高くなりますよね。そうするとさらに骨盤がこうなります。そうするとお腹が緩くなっていくんですね。テンションがこう落ちますよね。ここが緩くなります。でもこれを取っちゃうとこうなってしまってお腹が張ってしまうんですね。なので妊婦さんはですね、やっぱお腹が張らないようにしていただきたいので、膝が曲がるような形を作りたいんです。そのために枕を入れてあげるとすごくですね、楽に眠れるようになります。で、もし横向きになりたい場合、横向きの時にですね、注意していただきたいのは、よいしょ、こうですね、膝がこう入ってしまうとまたですね、お尻が出てしまいますから、反ってしまうんですね。反ることによってお腹がまた張ってきます。なのでそれを防止するために、また同じです、枕を使ってください。枕を太ももと太ももの間に入れます。入れることによってこうなることが防げるんですね。なので挟んでいただいて寝ていただくことによってですね、この反ることが防止することができるんですね。反ることを防止することができます。なので間にもう挟むだけです。ただ挟んで寝るだけですね。
なので抱き枕とかって妊婦さんよく使われる方いらっしゃるんですけど、抱き枕じゃなくてもこうやって入れていただくだけでいいです。でまた仰向けになったらこうやって入れていただくことがですね、結局のところ、妊婦さんのですね、お母さんの体を楽にすることにもつながりますし、お腹の赤ちゃんがですね、中が広くなりますよね。はい、緩んだ方がですね、張ってる状態って赤ちゃんもやっぱり苦しいんですよ。動きにくくなりますから、そこでこう無理やり動いてしまって逆子になってしまったりすることもあるんですね。そのためにですね、そういったこともまあ予防するためにも、予防腰痛を悪化させないためにもですね、こういった寝方をしていただくと、すごく楽にですね眠れるようになると思います。楽に眠れることによってやっぱり体力もですねこう回復、体調も良くなりますから、ぜひですね活用していただければと思います。ただやっぱりですね、筋肉疲労はほっとかないでいただきたいので、筋肉疲労を取るためにはですね、前回お話しした腰痛のですね、妊婦さんの腰痛を改善するための鉄板のストレッチっていう形でお話ししていますので、ぜひそちらご覧になっていただければと思います。はい、本日はですね、妊婦さんが楽に眠れる方法っていうところのお話をさせていただきましたので、もしですね、ご質問等あれば下にホームページのリンクありますので、ぜひですね、ご質問いただければと思います。また次回以降もですね、ちょっと妊婦さんの腰痛シリーズ続きますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。